夕方もう6時を回り、閉店まであと30分足らず。デパートは夕飯の買い物のおばさまたちでごった返す。私もその波に紛れて食料品売り場までやってきたの。サラダの大好きなあの人にとびっきりのやつ作ってあげるの。レタスはなるべく青くて柔らかそうなのを選んで、トマトは形の揃った三つ入りのパックを一つ買うわ。横入りするおばちゃまにも負けず、やっとレッジまでたどり着いたら、今度はお財布が見当たらない。赤い顔してポケット探る。Honey, I come home. I'm getting ready to side. Hey, honey, be home soon. Ooh, wah, 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 ooh. やっと見つけたお財布の中から、慌てて払って一息ついて、大きな紙袋二つに入れて、脇に小さな花束を足す。キャベツは細く細く刻んで、お水をしっかり切らなきゃ。リンゴがウサギに変身、一個は食べて七つ飾るわ。もうすぐあなたが帰ってくる。ただいまのキスは必ずしてね。特製ドレッシングには私の愛もたっぷり注いでシェイク。Tomato, apple, paper, lettuce, for the press, tune of being in on and on, with mayonnaise, sprinkles. はっきり言って簡単なサラダ、切って盛るだけの簡単サラダ。誰でも作れる、それを残さず食べてくれるあなたが好きよ。世界で一番あなたが好きよ。世界で一番おいしいでしょう。神様今日も幸せありがとう。